て。さあできたぜ。お待ちだ。ちょっと待て。お上がりよ。うまいうまい前菜の登場だぜ。これが君にとっての前菜だというのかい。原始人が、アニメとかで原始人が食う肉だ。形はともかくどこから見てもメインで出す皿じゃないか。ユキヘラ、何のつもりじゃ。おい、何が。俺はナクリの要望通り前菜メニューパテドカンパーニュ作っただけだけど。相馬が、あの男もしかして司先輩が出したスペシャリティの対抗意識で完全に暴走してしまっている。ユキヒロ。ユキヒヤ相馬、あのな、前菜ってなんであんたが諭してるんですか。あんた、いや、林道先輩。ま、とにかく実食してみましょう。確かに内側にはパテ、外側に切り落とし牛肉を巻きつけることでまるで骨付き肉のように演出している。表面を囲んでいるのはマリネした切り落とし牛肉。香ばしいのにフルーティーな肉汁で瞬時に意識が持っていかれる。そしてすぐ下にはベーコンスライス、パテ生地をしっかりホールドする役目も果たしているのね。一口目からタンパク質のインパクトが体に響き渡るわ。そのマリネ液のベースにしたのは焼肉のタレっす。市販の焼肉タレにはニンニクや生姜とかの香味野菜や醤油、みりんがバランスよく調合されていますからね。バッチリ土台になってくれるんす。アレンジとして蜂蜜、すりおろし玉ねぎ、オレンジ果汁を追加してナキリに味見してもらって、よりパテドカンパーニュに合う味に調整してます。外側だけではありません。その奥にあるパテ生地、これが何より絶品。濃厚でありながら繊細、外側の香ばしい肉と合わさりガツンとした火花が口の中に炸裂します。鶏レバーを主体に鶏胸肉、生クリーム、それにインゲン、人参、しめじ等も刻み混ぜてありますが、その野菜一つ一つへの仕事が素晴らしい。コンフィ、グリエ、ブレセ、そして水油へ別々の最適な火入れがなされ、繊細な甘みをじんわり引き出し、皿の総合力を底上げしているのです。何、今一気に風味が変わった。ただでさえビビだった肉の壁の間からまるで間欠泉が噴き出したよ。何この香ばしさ、食べてもいないのに体が反応しちゃう。何かが肉の隙間から染み出している。その正体はじっくり煮出した特濃コンソメゼラチンソース。そいつをサーブの直前、料理用極太注射器で肉にたっぷり注入したんす。食べ進めてる途中に溢れ始めて味変が起きるようにね。味の爆弾、分子ガストロノミー的な発想ね。やりやがったな、ユキヒラ。すごい、先ほどよりもっともっとこの品に夢中にさせられてる感覚なのです。一噛み目のゴージャス感から食べ進めるごとに張り巡らされた工夫に次々とぶつかる。たった一皿に全て詰め込まれているなんて、とてつもない満足感です。服がどうして私まで。出たぞ、おさずけ。つまりナキリアザミもうまいと認めたということか。この野菜に対するアプローチ、レギュムの魔術師篠宮小次郎を思わせる。野菜の甘みや風味を充実させることで品位を保ちながら味を深めるとは。それに時間差で別の風味を炸裂させて食べる人を引きつけるのって。雪平が月教祭で出したあの料理のようだ。その通り、俺の持ってる雪平貝の二皿を一つに合わせた品、それがこの料理なんす。だからナキリの力を利用させてもらったんだ。ただ足すだけじゃバラバラになっちまう要素と要素をしっかりと一皿に融合させるために、名付けて次元式生意気こそ風原始肉、貝を超えた皿、雪平真ってとこっすね。ここまで複雑な多くの要素、普通であれば組み上げることすら不可能だったはず。神の下の啓示によってこの作品は確かにスペシャリテと呼ぶべき出来に仕上がっている。司の白き鎧の皿に勝るとも劣らないレベルで。